ハローみんな、こんにちは、こんばんは。前回の続きから始めていくよ。前回の続きというと、ガチャ限定悪魔を外して戦ったらフルボッコにされた回のことですね。余計なことだけ覚えているな、お前は。今のところ一勝二敗だぜ。このままじゃやられそうだから、パーティー編成をいじってみるよ。ほん、それは楽しみです。はい、今回はこんな感じで挑んでみるよ。なかなか D2 デュエルでは見ない組み合わせだな。でしょでしょ。何を企んでいるんですかね。相手はまさかド蘇生パーティーだから奇跡は起きにくいと思うんだぜ。まあ見てなって。ワンコはバリア壊す。放て。顔が白身すぎ。君はレンゲの前を踊りなさい。アリラトには効かなかったな。しゃあない。あとはパス。ワンコアタックでターン終了よ。ワンワンを、ワンワンを。あっしゃで、つけてる楽園ミスったな。ほんそれ、この戦い終わったらつけ直さなきゃ。くらー。犬畜生の反逆ですね。あ、あ、まだいけるはず。もう一回未了にするしか生き残る道はないぜ。ナムさん、お、いけそうじゃない。蘇生薬を消せばいけそうです。頑張る。やべ、この際ナイス回心。行動ターンが増えるからな。よし、ここはもう一度パスで。どっちを攻撃するんだ。まさかドには消えてもらいましょうねー。ここはリカームドラで蘇らすよ。勝ったな。え、何これ、ヘカトンケイルが未了状態でこっちにリカームドラして勝手に自滅したってことだろうな。珍しいものが見れましたね。なんかびっくりしてリアルの方で声が出たよ。くさ。でもこれで2勝2敗ですよ。よし、どんどん行きましょい。今回はワンコと楽趣味に変えて、ジャークフロストとケサルカトルを入れたよ。なぜペルセポネがいるのにケツくんを入れたんですか。なんとなくだよ。無策すぎー。相手は貫通なしだから御用をしてみるね。あとはパスパスで MP 回復に努めるよ。いけ、ジャー君。え、攻撃力強すぎー。これはきつい。火力を一体速攻で失ったよ。まだセアカトルは使えませんね。だな。ヘカトンケイルが衝撃弱点つけっぱなしじゃん。これは使えるかも。
勝てギリギリに。ここは蘇生使い時じゃないか。確かに。アッペルセポネのこと忘れてた。お前は鳥か。もう無理ぽ。勝てる未来が想像できない。はい、考えなしで突っ込みすぎだぜ。これで2勝3敗ですよ。本当に勝ち越せるのか。大丈夫大丈夫、トラストミー。鳩山じゃ無理だぞ。まあ実験的なパーティーで挑んでるんだから、負けるのは想定内だよ。最終的に勝ち越せばいいんだよ。不安しかないぜ。企画倒れしなければいいのですが。まあそこでゆっくり見てなって。あぶね。はい、こっちの勝ちいい。なんで？ふっふふ、相手にはバリア効かないでしょ。ってことは状態異常が効くってことだよ。おお。あとはスルトで邪魔者を叩きましょうねー。ラクシャーさ忘れてたな。メンゴメンゴ。ちょ、君が一番魅了が外れちゃいけないでしょ。もう一回付与させるよ。おい、構成だけ生き残ったな。でもこのターンで死ぬから。よし。おーい、終わった。もう一回魅了をつけないと。魅了の使命感がすごい。よし、あとはなんとかなるかも。ここはメギドラをして一回死んで蘇生させた方が良くないか。確かに。いや、避けるなよ。しっかり生き残ってくさ。勝ったな。蘇った瞬間に倒される正気にくさ。まあ攻撃通らないから別にいいかな。あとはアリケツコンビに削らせるよ。勝った勝った、やったね。相変わらず時間がかかるな。でもこれで3勝3敗です。カチャーいいんだよカチャー。それじゃあ次行ってみよう。相手は状態異常パーティーかな。だろうね。どっちの状態異常が上か見せてやるよ。これは見物ですね。
ラクン優秀だな。だね。行けワンワンよ。さあお前たち、死ぬまで踊り続けるがいい。よく12秒限界のセリフを恥ずかしげもなく言えるな。ペペペロ。これは勝っちゃうやつだわ。いけそうな気がするな。これでケツさんの魅了が解けなければいける。はい、カズカズテイ。おめでとう、霊夢。おめでとうございます。よっしゃ。これで4勝3敗です。まだわからんな。もっと骨のあるやつはいないのかい？この相手は今回の課題じゃないですか。おそらく静寂か常世の祈りを金玉が持ってるパーティーね。無理そう。ゴッドアローで金魔門を潰す気か？それしか助かる道はない。あ、終わった。もう無理だな。バリア壊しだった。まあ一緒だよ。生き残ったけど何もできない。このままじゃ自利品だな。ナムさん。アッパリアが溶けたからマリンカリン通るんじゃね？試してみるか。ダメでした。さ。逆にマリンカリンかけられました。どうすんだこれ。ギリギリ生き残っててくさ。ここから一発逆転を狙うよ。もうすでに瀕死の奴がいるぜ。彼はゴッドアローを撃つために呼ばれただけだよ。よし。終わった。終わったつー。相手全員生還してますやん。もう、ゴールしてもいいよね。今回はしゃあない。いくらなんでも無策すぎですよ。次からは頑張る。やらない奴の上等句だぜ。今4勝4敗ですよ。次こそは勝つから、これで負けたら負け越しだぞ。頑張る。相手も結構強い編成ですから大丈夫ですかね。頑張る。戦術的な説明をしろよ。ガッツを大事に。ガッツバカ。とりあえずオールパスで交流まで回すよ。
ここでケツくんが受殺弱点のままだったらラッキーだね。はい、ダメでした。よし、生き残ったイシタルがボーマか確認するよ。衝撃無効がついてるかだな。なんだ。よし、火力役のまさかどう一回吹っ飛ばしたぜ。蘇ったけどな。もう一回吹っ飛ばすよ。やだ、かっこいい。ここは悩みますね。右ドラオンで2体を消すか御用ですっぽい悩む。どっちもどっちって感じだな。ギリギリギリ決めた。あたい右ドラオン撃つわ。食いしばりなくてラッキーでしたね。よっしゃ、ラッキープレス、これで勝つる。この感じ使ってください。ふっふっふ、今こそ蘇れ漆黒の戦士たち。ちょいちょい中二病を挟むな。はい、それでは漆黒の戦士たちがマザーハーロットを蹂躙する姿をご覧ください。文字通り地獄行きだな。これで5勝4敗です。なんとかなったわ。それじゃあ今回は時間も時間なのでここら辺で、次回が勝ち越せるかどうかの最終戦だよ。お楽しみに。